はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。モンスターハンターライズは楽しんでいらっしゃいますか。本日はですね、全国のスラッシュアークス使いの皆さんに向けて属性別最強武器バージョン 3.0 版をね、発表していこうかなと思っております。バージョン 3.0 のアップデートが入りまして、属性武器まあ強くなってるんですけども、全武器ね、スラッシュアックスもご多分に漏れず強いと、これね更新されました、強い武器が。なので今回はそれをねざーっとご紹介していって、で、最後におすすめの装備もバーっと紹介していくっていう、そんな流れになってます。タイムシフトっていうか、なんて言うんだ、目次お品書きついてるんで、よかったら概要欄から飛んでください。で、まずですね、てかそもそもね、スラッシュアックス僕がどんだけ好きかっていうことを発表したんですけども、見てください、5ページスラッシュアックスで埋まってるんですよ。まあこっちはね他の武器だけど、5ページがスラッシュアックスで埋まってるバカ他にいる？頭おかしいのかなっていう、5ページスラッシュアックス武器を作っているこのアホスラッシュアックスマニアが、おすすめする属性武器、まずはね発表していきたい。雷属性から。雷属性はですね、2本ありまして、同率1位が2本ありまして、まずですね、この金獅子の、要はラージャンの派生のこの混合化学カンナリっていう武器、これがまずね1位。こっちは心眼鈍器運用ですね。心眼鈍器運用をするんだったらこの武器が一番強いです。はい。で、逆に切れ味を白に持ってって合人剣まで運用する、弱点を殴りやすいモンスターとかに持ってくんだったら、このね、雷神流派生のね、ナルハタ姫、金玉姫のこの武器が強いです。でね、これどっちが強いか問題がね、かなり難しいです。運用方法が違うんで、こっち心眼鈍器でしょ、だから弱点を殴りにくいモンスターはこっちだし、こっちは弱点殴りやすいモンスターっていう感じなんで、かなりむずいんですよ。だからどっちが強いとは言えません。なので、どっちも強いんでどっちも作ってほしいっていう、そんな感じですね。で、一応性能を見ていくと、一応今後核はね、攻撃220の、雷属性が22、回収率 15%、 スロットが3、強属性ピンと、まあ、強属性ピンは溜めやすいんで非常にいいし、回収率が 15% あるのが強い。で、緑ゲージなんで、ドンキ使いも使えるし、心眼もいけるっていう感じなんですけど、まあ、属性値がちょっとだけ低いっていうのはデメリットですね。で、こっち、ライジンエリの方は逆に攻撃力がちょっと低いです。はい、190。ただし、匠を使えば白ゲージが出る。だから、まあ、合人剣まで白ゲージの武器切れ味倍率 1.32 倍が使えると。で、雷属性43と、非常に高い。非常に高いです。で、強属性ピンでやると、これ溜めやすいっていうことね。はい、というわけで雷属性はこの2本を作っていただければいいかなと思います。で、この水属性ですね。この水属性はね、これね2本あるんですよ。またおすすめ武器がどっちが強いとは言えないみたいな。まず1本目はリムズバロジェット。こっちもね、これね心眼鈍器運用っす。これ心眼鈍器運用、した場合これが強い。弱点投げにくいモンスターね、攻撃力が230っていう結構ぶっ壊れた、打点していて、で切れ味は緑なんで、まあ、心眼鈍器使いのパターンで、属性は水属性25っていう、まあ、そこそこですね、まあ、ちょっと低めですね、どっちかっていうと。で、回収率がマイナス 15% っていうデメリットと、強属性瓶は、まあ、溜めやすいんでメリットっていう感じですね。で、じゃあ、もう一個は何なのかっていうと、今度はね、超回心でね運用できるやつがありましてね、それはこっちの D ビジョンっていう、オロミドロのやつですね。こっちは攻撃力がちょっと低いんですよ。その代わりに、水属性値が42あって、で、しかもなんかスロットもめっちゃ空いてて、強属性瓶っていう。こっちはですね、弱点を殴りにくいモンス、殴りやすいモンスターに対して弱点特攻とかをぶち込んで、見切りとかも入れて、超回心を積んでいくっていうことができるんですよ。なんで、まあ、D ビジョンは、弱点を殴りやすいモンスター。で、弱点を殴りにくければ、こっちのリムズバロチェットみたいな感じの、まあ、使い分けになるかなと思います。次はね、氷属性ですね。氷属性はね、まあこれでいいかなって感じです。ゴアフロストアンバー、これはバージョン 2.0 から変わってませんね。はい、もともとね、バージョン 2.0 の時からも強かったんですけど、バージョン 3.0 でも、まあ、もちろん強いと。ゴアフロスアンバー、190の氷属性29、回心率が 30% もついていて、スロットが2開いている強属性瓶であると。強属性瓶がやっぱでかいですね。強属性瓶がでかい。これは、溜めやすいし、しかも回心率が30% もあるんで、超回心運用ができますから、これは非常に強いと。でね、もう一個、強いは強いんだけど、っていう武器があるんですよ。これね、実はね、これジャナフダオラ、これね多分ねこれ絶対強いんですよ。絶対強いです。攻撃力190で切れ味が白
出てて、で氷属性41と、これめっちゃ強いじゃないですか、これ性能、これマジ一択レベルで強いんですけども、これね競技機敏なんですよ、装着瓶が。俺ね競技機敏ダメなんですよねあのスラッシュアックスってあの瓶溜めやすい、溜めやすさっていうのがあるんですけど、競技機敏マジ溜まりにくいんですよ、今回今作ライズは。なんで競技機敏だからちょっと僕はあの敬遠して使ってないんだけど、これね競技機敏でも全然いいよっていう人はこっちの方が強いと思う。ゴアクロスアンバーよりも多分ね一撃のダメージはねこっちの方がね出んじゃないかなと思うんで、はい。なんで競技機敏でもいいよという方はこっちを使ってくれ。俺はちょっと生理的に競技機敏無理なんで、ちょっとこっち使えないっていう感じですね。で炎属性はね、このフラムシスカが一番強いですかね。これ一応新刊ドンキ使いであれば、要は弱点投げにくいモンスターであれば、これでいいかなと思います。230攻撃力があって、切れ味が、青ちょっと出てるけど、すぐ緑になるみたいな感じですね。で、火属性値が20っていうのはちょっと控えめな感じになってて、回収率がマイナス20の代わりに、スロットが21って優秀で、強属性瓶であると、まあ、溜めやすい。でね、めっちゃ強いね、やつはね、あるんですよ、実は。ここに。リオ・ベルグレイブっていう。これ強いんですよ。強いんですけど、これ、競技機敏なんですよね。競技機敏僕苦手だし使いたくないんですよ。競技機敏マジたまらないからストレスなんで。スラッシュアックスって追加ダメージ入ってる時は一番強いと思ってるんで、競技機敏のたまりにくさはちょっとあの生理的にちょっと受け付けないみたいなとこあるんで、こっちちょっと嫌なんですけど、まあ、こっち競技機敏でもいいよという方はこれも強いと思いますんで、まあこれはちょっとお好みでっていう感じかな。で最後にね、竜属性ですね。竜属性はね、もうね、圧倒的これ。竜天剣風、ロス・ドナータ。めちゃくちゃ強い。こいつやばい。これ一応やばいですね。一応ね、性能を説明しておくんですけども、言わずもがなみたいな感じだけど、攻撃力はちょっと低い180の代わりに、白ゲージそもそも結構長くて、で、竜属性値が37で、強属性瓶であると。この武器は、百竜強化。のこの天水流の魂とかいうやばいのがあって、これ別で動画出してるんでよかったらそっち見てほしいんですけど、そっちだと竜属性攻撃値がなんか 1.2 倍されるみたいな、やべえこと起きるんで、この竜属性武器だったらこれを作っとけばとりあえずいい。で装備もバルファルク一式、これがいいです。はい、ちょっと早速ですね、おすすめ装備、属性別のおすすめ装備をちょっと見ていただこうかなと思うんですが、まずね、雷属性武器からですね。雷属性は、まず心眼鈍器はこんな感じです。混合各雷を使っている場合は、高速剣形とかその強化持続とかは説明省くけど、シンプルに雷属性攻撃を、上げてあげて、で攻撃力を高めてあげて、あれです、あとはいつものセットみたいな感じ、こんな感じのスキルになってます。まあよかったらね、一時停止とかしてみてください。でこっちが心眼鈍器使いですね。だ要は弱点を殴りにくいモンスター用。で、こっちが、あれっす、強人剣魔匠運用用。まあ、白ゲージで運用する。まあ、弱点を殴りやすいモンスター用。こっちも、亀山属性攻撃強化レベル5は入ってるんだけど、強人剣魔と、匠が入ってるっていうのが特徴ですかね、これは。こっちは。こんな感じの装備になってるんで、まあ、要は家庭モンスターに行くんだったらこっちだし、まあ、ある程度で柔らかい、肉質柔らかいモンスター行くんだったらこっちみたいな。そんな感じの使い分けですね。で、水属性。水属性は、新眼ドンキ使いはこれ、リムズバロチェット。水属性攻撃強化を入れてあげて、新眼ドンキのパターンですね。まあ、さっきのこの、なんか、こっちの雷のやつと似てて、まあ、大体スキル構成同じような感じになります。はい。大体ね。で、ひるみ経験はちなみにマルチ用に入ってるんで、これ、マルチやらない人はひるみ経験抜いてもらってもいいです。で、新刊ドンキがこっちじゃないですか。要は硬いモンスターこっちで、じゃあ、まあ、柔らかいモンスター、肉質柔らかいモンスターはどっちかっていうとこれ D ビジョン、弱点特攻と、見切り7と、超回心が入ってるんで、まあ、回心を発生させて、回心のダメージを稼いでいくっていう、まあ、そういう、スキル構成ですね。これはで水属性攻撃強化ももちろん入ってるみたいな感じです。はい、こんな感じのスキルになってます。まあ、おまけスキルもいくつかありますけどね。氷属性はね、これですね、ゴアフロストアンバー。ちょっと僕はまだ、ジャナフダウラの、クシャルダウラのスラッシュアックスまだ作ってないんで、あっちは組んでないですけど、競技機敏なんで僕使う気もあんまないんですけども、こっちのゴアフロストアンバーの、装備は一応こんな感じ、おすすめのね、装備は。これもともとね、回心率が、30% あるんで、
見切り7と弱点特攻レベル2あれば 100% 持っていけるんで、超回心レベル3で、まあ、一撃のダメージを上げてあげるっていうと、氷属性攻撃強化で氷属性値も、上げてあげるっていう、まあ、そんな感じの運用になってます。で、火属性ですね。火属性はこれですね。フラムシスカ、もうこれフラムシスカがそもそもあれなんですよ、新刊ドンキスカイの運用みたいな感じ の性能をしてるんで、まあ、新刊ドンキスカイ素直にね。で、回心率もマイナスなんで、回心上げてあげても意味ないんで、なんで攻撃レベル7っていうのと挑戦者レベル2っていうのを入れて、もう単純に打点を追い求めるみたいな、まあ、そんな感じ のスキル構成になっております。竜属性、竜属性がねこれですよ。これが一番強いわ。ドラゴンキラーっていう SOB ですね。これ別で動画出してるんで、よかったらそっち見ていただければなと思うんですけど、こっちのドラゴンキラーの方は、切れ味が若干ね、これ、なくなっちゃうのが課題なんですけども、ダメージ量はやばいです、これ。ヌシリオレウスを僕みたいなガバガバプリングでも、なんか4分くらいで倒せるんで、めちゃくちゃ強いです。以上です。いかがでしたでしょうか。スラッシュアックスの装備だけでも5ページ作ってる僕が言ってるんで、結構信憑性はあると思うんですよ。ほとんどスラッシュアックスしか今回使ってませんので、よかったらね、参考にしていただければなと思います。まだね、チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をして、まあ、次の動画待っていただければなと思います。高評価ボタンもポチッと押していただけると励みになるんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。